待っている間緊張に耐えかねて6時ぐらいにビールを飲んでしまったことへの後悔、そして高齢の母がおりますのでメイドの土産がなんとか間に合ったなという、そういう安堵でいっぱいです。もともとパンデミックをテーマに書こうと決めていたわけではありません。雑誌に短編を載せるにあたって、その短編のテーマに沿ったものを一編二編と書いていくうちに、やはりコロナ禍の中自分の中でも小説のことを考えていても、そのことが頭から離れなくて、どうしても小説の中にコロナの要素が入ってしまう、それならばこのパンデミックの中の人たちをテーマに一冊の本に編めるようにしていこうと思って書きました。結構長いスパンで掲載されていたので、やはり先行きの見えない閉塞感の中で書いたものもあれば、ワクチンの接種が始まってなんとなくこのウィズコロナの方向性が見えてきた時期に書いたのもあり、こうそうですね、後に行くに従ってこう社会のムードと同調するように明るい話になっていったりもしました。そういう意味ではリアルタイムでのパンデミック下でなければ生まれなかった小説だと思っています。日々のニュースに触れる中で、例えば休業中の店に空き巣が入るといったことから始まり、さまざまなお金をめぐる犯罪もたくさん起こりましたし、犯罪でなくてもこう人と人との小さい分断みたいなのがあちこちに起こっていたと思います。そういうものが自然に小説の中にも反映されたと思っています。あまりこう物語の中で人間をコントロールしようとしないっていうことが自分の中ではポイントなのかなと思ってます。人間は誰しも矛盾をはらんでいる生き物であり、自分のことがわからない、自分に嘘をつくっていうことも当たり前の中で、この物語の整合性をあまりに追求しすぎると、そのプロットのためにいるキャラクターっていうふうに見えてしまう恐れがあるんじゃないかなと思います。こう物語として破綻する危険はあるんですけれども、その人間臭さの方を取って失敗するんなら、私はその方が自分では好きです。これからも今までも紙の中に自分の言葉としてあります。物語の中でまた皆さんと出会えたら幸せです。